今日は静岡地区を静岡から浜松経由で、豊橋まで向かいます。この動画の続き、後編です。じゃあ早く改札通りましょう。で戻ったんですが、おなじみトイレなしロングシート211系が、2編成止まっている横に、あからさまに高級っぽくてラグジュアリーでリッチそうな車両がいます。あれは313系8000番台と言いまして、今年春にここにやってきた新入りです。静岡地区は最近まで、ロングシートかロングシート、好きな方を選べ状態だったのですが、この列車はなんと転換クロスシート。しかもカーテン付きの超高級仕様です。それもそのはず。この車両はもともと、名古屋地区でセントラルライナーという有料列車に使われたもの。天クロ313系と比べても段違いの快適さです。ましてやロングの313系との比較は言うまでもない。でも静岡地区の東海道線は、短距離輸送が中心。中距離以上なら、新幹線に軍配が上がります。そんな乗り降りが激しい静岡地区に、これが入ってきたらどうなるでしょう？まあでも18フッパーとしては、天クロ8000番台が来たら普通に嬉しいですけどね。運用は大体決まっているので、乗ろうと思えば乗れますが、今回は残念。選ばれたのは、ロングシートでした。313系の2000番台。仕方ない。周辺の浜松まで立ってましょう。新幹線と一緒に、サイレントヒル静岡を発車。ところで元々は駿河府中とか呼ばれていた静岡。今の名前の由来は、静かな丘にあるから、じゃなくて、静岡駅から3キロほど北北西に離れたところの、静畑山から取ってきているものだと言います。でも、線、駅が入っていると、なんか嫌じゃないですか？ Twitter を表す漢字一文字みたいで。それで1869年、静をうまく使った解消を検討。静木、静など、静岡以外の候補もありましたが、結果的に今の形に落ち着きました。めでたしめでたし。さて、静岡平野を爆走しまして次は安倍川駅。持ちで有名な安倍川を渡ろうとするところで、ちょうど N700 に抜かされました。そうそう。江戸時代から続く静岡名家、安倍川持ちに加え、同じ静岡名家の国庫も、ここら由来だったり、対はないですが、アクセントは、です。というのも、国庫という虫菓子に使われている水は、安倍川の良質なお水。安倍川には実は、貯水用のダムは一つもないのです。それで静岡名家、安倍川名家になったとかなんだとか。ちなみに国庫、見た目も響きも可愛いですが、ヤンデレの愛並みに重たいお菓子です。さて次は持ち胸。武将名一方駅名ですが、本当の由来は持ち船城ってお城からです。その後ろは廃城になり、今は遺構がなんとなく残っているだけですが、ちなみに持ち船もちゃっかり、安倍川の恩恵を受けてます。というのも持ち船はシラスが有名なんですが、シラスの餌はプランクトン。シラス。で、安倍川の河口はプランクトンが豊富なので、その近くにある持ち船は漁場として最適なんです。駿河湾の力は偉大ですね。ところで、持ち胸駅を出て会津駅に向かう途中、持ち胸街道と並ぶ区間があるのですが、あそこが、東海道線から駿河湾が望める、最後から2番目くらいのチャンスです。ちょうど今見えているあたりです。そうそう。向こうの道路は海際際どころか、一部海の上を通ります。新潟県糸魚川の親知らず子知らずみたいな、言うなれば崖ギリギリの絶景です。しかし道幅が狭いので、歩くのには向いてないです。歩くときはご注意。東海道のルートだって、あんなマリンシー場所じゃなく、マウンテンシー山々の中でした。ちなみに駿河湾が見えるラストチャンスは、ここのもう少し先、瀬戸川っていう川を渡るとき。はい、ここです。二級河川ながら、海に注ぐわずか700メートル手前なので、迫力満点。ここを過ぎると、お前崎を避けるかのように内陸に突き進みます。次に海が見えるのは弁天島、浜名湖のあたりです。浜名湖は海じゃない？漁業法の上では海として扱われているので、多少は多めに見ましょう。それが人生。カツオの水揚げ額ナンバーワンを記録し続ける焼津を発車。2020年のカツオの漁獲量、全国1位を誇る静岡県に、大きく貢献しています。余談ですが、カツオの漁獲量2位は高知。じゃなくて東京です。小笠原諸島あたりで盛ん。東京とって言わず東京って言うと、なんだか語弊がありますか。さて次は西焼津。ここからしばらくは、本当にザ、住宅地って感じの車窓が続きます。静鉄ジョイステップバスという、静鉄グループの貸切観光バス会社の車庫など、随所に静岡要素は見られますが、際立ってこれ、ってものはないかも。結構単調なので、どうしても嫌だったら、ワークしちゃうのも一つの手です。静岡地区の魅力を伝える動画で、こんなこと言っちゃっていいんですかね。静岡浜松間は新幹線が特段安いので、費用は抑えたいけどワープしたい時はおすすめ。三島から浜松までのワープなら、さらに効果を発揮します。駅弁。と
存量があるじゃないですか。で、もう一つ、ホームライナーというワープの手段があるように見えるのですが、ライナー以上でもライナー以下でもない、少し速い程度の列車です。ワープの手段として使うよりは、着席故障として考えましょう。ちなみに静岡地区のホームライナーは、土休日の運行がなくなりました。意図としては多分、ホームをここらに構えてもない奴らがホームライナーを使おうなど大変。次は藤枝。JR 東日本の中央線並みにまっすぐな、理想的な線形はまだ続きます。ところでこの東海道線、日本で初めて東京と神戸を結ぶ路線となりましたが、もともとは軽井沢、松本経由の中山道沿いのルートが、日本初の鉄道幹線となる予定でした。なんでそんなこと言い出したかっていうと、東海道は鉄路以外も充実してるだろってのが理由。別に東海道に線路を通したところで、海運など、鉄道以外の輸送手段もあるだろと考え、それよりはめっちゃ利便性が悪い中山道に先に通そうぜ、となったわけです。当時、東海道ルートと中山道ルートは、建設費は同じぐらい、よし、とかまで言われていました。ところで中山道沿いというと、今でいう新越線、中央線ルートです。さて、新越線の軽井沢と横川の間には、何があるでしょう？そう。指折りの難所かつ釜飯の名所として名高い、薄い峠ですね。とにかく山の凄さを受け、これ建設費やばいし、改良したら下で運行難度やばい、ってムードに、何を見てよし、って言ったんですか？それで反対を受けながらも、東海道ルートに変更。そりゃ、他の輸送手段でも実績が伴ってますからね。それで、東海道線は静岡近辺を見てもわかる通り、人も荷物も輸送する、立派な大動脈になりました。めでたしめでたし、ここで雰囲気をぶち壊すこと言いますが、静岡はがっつり車社会です。あれこれ語っているうちに少しだけローカルな香りが、もうすぐ6号駅です。もともとこの辺りは六郷村という地名でしたが、合併を受けて、1955年に島田市になりました。ちなみに六郷駅の開業は1986年、30年ぶりに六郷の名が復活したことに。まあネームが言う的に、駅近くの店は、六郷じゃなくて島田を冠する店が多いですが。どこかで見たことあるようなロゴです。六郷土手を出まして、違う。六郷を出まして、次は島田。舞鶴六本の恵まれたゾーンは、次の島田で終わりです。で、島田もまた東海道の宿場町として栄えたのですが、その性格は少々特殊でした。おなじみ、コスに越されぬ大井川でゴロ儲けしていった宿場町です。大井川には江戸時代、橋どころか渡し船すらなかったわけですが、徳川家康が大御所時代、静岡市の京中心部の駿府城でふんぞり返っていた頃、ガハハ自然の障壁で防衛者むにゃむにゃとかわがまま言って、駿府城を守ろうとしたから、前編で越えた奥津川、さっき渡った安倍川にも、同じような理由で橋は架けられていませんでした。そうなると、大井川は徒歩で渡ることになります。そこで活躍するのがご存知の通り、川越人足。東海道一の大河にして気まぐれな大井川は、大雨ともなると水位が上がって危険なので、一般人、大名が徒歩で川を越えることは愚か、川越人足ですら、川越えが許されていませんでした。こうなると川止めで、旅人はやきもきしながら、川が渡れるようになる川明けを待ったのでした。で、そうなると島田宿か、大井川西側の金谷宿に人が集まります。となるとこれはビジネスチャンスです。事実、江戸並みの繁栄っぷりを見せたそう。宿はまるで、1ステージごとに動画広告を挟むクソゲーのごとき、貪欲さを見せました。川役人もなかなか川明け宣言をしませんでした。ゴマの油と旅人の銭は、絞れば絞るほど出ますので、酔い腰の銭は持たない精神でいくと、漏れなく死にます。大井川を渡らずして、川止めの記録は最大28日にも及んだという記録があり、旅人は泣く泣く消耗戦。それで、川待つってレベルじゃねえぞ、とうんざりした輩は、無理に川を渡ろうとします。すると、大井川を渡っている最中に死にます。諏訪も潜ってる奴らどもが、夢の後、川明けを待った忍耐強い人々は、いざその時が来たら我先にと大井川を渡ったそう。歴史を振り返っても一番汚いのは、大雨で増水した大井川の濁流ではなく、金や時間に目がくらんだ、人間の心だったというわけです。今だってそうですよね。ま、今は橋が普通に架けられてますし、普通に歩けます。コちゃんだったら、今時大井川越せない奴わらわら、みたいなスレが立ち上がりそうなこと、越すのは楽勝。ところで、大井川に初めて橋が架けられたのは、倒幕で関所とか関係なくなった、明治時代のこと。ギネスブックにも載った、民間人による木製の橋、
蓬莱橋も明治時代の大井川の橋の一つなんですが、明治時代にはそれ以外にも木製の橋が幾度も架けられてきました。しかしさすがの大井川、橋は洪水で壊されては架け直される、いたちごっこ。鉄橋は昭和時代の1928年やっとのことで架けられました。それが大井川橋。それでやっと大井川と橋の問題は大体解決しました。列車はもう間もなく金谷駅に到着。付近には金谷坂の石畳があります。この金谷坂ね、急な上に江戸時代には粘土層が出てまして、雨の時はとりわけ歩きづらかったそう。それで滑りにくい山石が敷かれたのだとか。ちなみに受験の願掛けをしてくれるお地蔵様もこの坂にいます。ちょうど向こうに止まっている大井川鉄道本線の5か合格駅と合わせていくといいかも。え、何ですか？そういう名所に行く暇があったら勉強しろ。それは全くその通りだと思います。うなぎパイやかなや茶などの広告、西部に突入したっぽい雰囲気がムンムンします。というか大井川を渡った時点ですでにとうとう未国に入ってます。さて次は菊川、牧之原大地の北側をぐねぐねと進む迫力ある区間です。標定速度もこの区間では遅めです。東海道線開業当時は最長のトンネルだったという牧之原トンネルを出ますと眼下に広がるお茶畑。この付近は今でこそお茶が有名ですが、その歴史は壮絶なものだったと言います。その昔、大政奉還した慶喜を守るべく、武士が静岡付近に移り住みました。しかし、戸籍の返還を求めた藩籍奉還で、武士はあっさりお役御免に。そこから、牧之原大地を開発しようとなったのです。ところで、同じく明治時代の幕開けで職を失った川越人足は何をしていたか？親指を立てながら大井川に沈んでいきました。そんなわけありません。武士らと共に牧之原の開拓に勤しんでいました。しかし牧之原大地の土壌は稲作の観点で言ったら最悪オブザ最悪。具体的には全体的に水不足だし、土壌自体の水はけも良すぎ。それで試行錯誤をしながらも明治時代初期よりお茶の栽培がスタート。栽培技術の進歩で増加していく水に対してもしっかり考え施設が整い、何かと解決。今や静岡茶の中でもそれぞれの地域ごとに数々のブランドが成立するほどになりました。具体的には川根茶、金谷茶、島田茶、福川茶、掛川茶、灰葉。流域面積は狭いけど蛇行を繰り返し、洪水やら何やらをたくさんもたらした川、福川。そこから名が付けられたであろう福川駅を出まして、次は掛川。先ほどの菊川とは違い、掛川という川はありません。しかし、坂川という川がございまして、それが崖が多いということで、崖川だの掛川だの呼ばれまして、そこから掛川になったとか。掛、由来だなんて悲しいですが、新幹線的には掛けたら困る駅だったり。というのもここ掛川は、実に10年もの年月をかけて新幹線駅を誘致し続け、しかも県内にある多数の市町村から支持を集めた上で、新幹線駅開業にこぎつけたのです。それで肝心の乗降客数はというと、まあ新幹線駅全体で見たらビリですが、案外それでも満単位で使われています。地味ながら結構陰で市民生活を支えている。ちなみに掛川駅には最近コラボやラッピングなどいろいろ頑張ってる素敵な路線、天浜線もそうですが、タバコならぬタバコという面白いお茶の自販機もありますので、ぜひ訪れてみてください。掛川城をもしてそうな掛川駅に到着。山内和豊が10年間愛した城でした。こんな感じでここからは少しずつ転換クロスシートの車両も増えていきます。掛川は宿場町として旅人はもちろんのこと、朝鮮通信使もこの近辺の寺で休んだ記録があるので、私もここいらで休みたいところですが、ここで静岡地区全体の3分の2が終了。私は浜松まで立ち続けます。でもそろそろ足がしんどいです。でもこっからの3分の1って短く感じないですか？さて次は愛の21世紀に入ってから開業した新しめの駅です。深いと幸せ、重いとちょい恐怖そうな感じの駅名地名ですが、由来は愛のが黒石のものじゃなく愛の村として独立していた頃に遡ります。愛の村は石の村と小野田村を合併させてできた村なのですが、どっちの駅名にものって字があるよねってことで、愛の村から転じて愛の村になったという説が。ところでここら一帯ちょうど国道1号や東名掛川インターから近めで、土地も広大だからかスチームパンクってない工場がそこそこある気がします。次は袋井、やはり主要駅です。ちなみに東海道で言うと袋井宿は27番目の宿、ちょうど真ん中の宿なんです。それを象徴するかのように駅から北に1キロほど歩くと東海道ど真ん中で屋があるそう。なんかユニットか売ってそうな名前です。
ちなみに宇田川広重は、袋井で茶屋の図、って浮世絵を描いていまして、その茶屋はそれをイメージして、建てられたんだそう。もちろん平屋、ふらっと歩いてみて、お茶を飲みにでも行きたいですね。世界観をぶっ壊すこと言いますと、静岡は車社会なので、茶屋にも駐車場があります。次の停車駅は岩田、じゃなく、三国屋。もう開業から2年半が経ってしまいました。東にあるなんたら芸のない駅と同期なこともあり、ネーミングセンスがそこそこ評価された駅です。ヤマハスタジアムへの輸送が主眼の新駅です。でも、東海道線静岡地区なので普段使いにも良さそう。まだ発展途上な感じはするけど、開発はほどほどのペースで頑張ってね。同期だからといって、すごい方に合わせなくても、いいんだよ。名の通り、袋城の土地に人があったってことから、袋井と名が付けられた地域を出まして、太田川を渡る手前ぐらいで、岩田市に入ります。岩田の名産品といえば、岩田原の、お茶です。アートの下りはもういい？真面目にやりますと、エビ芋が有名です。ざっくり言うと SSR の里芋みたいなやつ。生産量は岩田市が日本一です。なんて紹介していたら、岩田市のキャラクター、疾平が迎えてくれました。ポジティブな言葉をありがとうございます。だんだん、勝者が敗者に向かっているセリフのように聞こえてきたんですが、私ひねくれてる？あと4分後に落ち着い駅が来るはずの反対側のホームは、ガランドー。さて次はメロンとサッカーの街、岩田。名前ネタは特に思いつかなかったので、やりません。ところで三国屋駅周辺の土地は小高い丘のようになっていて、北側の駅真ん前の境用は見えにくいのですが、こうやって背伸びすればギリギリ。まあでも普通に降りた方がいいですか。そうですね。ここ岩田の町は江戸時代、富士山が見つけられる、見つけ宿、としても栄えましたが、それより前の奈良時代にも、とうとう御国府と国分寺が建てられ、かなりの優勢を見せた町です。というわけでとうとう御国分寺をモチーフに、天平時代の趣を取り入れ建てられた、岩田駅を発車。さて次は豊田町。爽やかに行くならこの駅から歩いて15分の、豊田店まで行くのがおすすめです。それか、さらに次の天竜川駅から歩いて10分の笹ヶ瀬店。この2店舗は狙い目な駅地下店舗です。これ車窓映ってますか？爽やかは静岡西部に店舗が多いので、できれば西部、かつ主要駅以外で食べましょう。どうしても東部で食べたい場合は、最低でも富士まで行きましょう。新静岡瀬の場店か浜松演説店を押す人は、お気に入りの店を混雑させたくない静岡県民か、まあ味で何も知らないアフィリエーターかのどっちかです。さて豊田町駅を出て、次は天竜川。ここで岩田原台地を出まして、浜松市へ。この天竜川は赤岳、諏訪湖から、ここまではるばる200キロほど流れてきています。余談ですが、天竜川自体の長さは213キロ。一方、東京駅から天竜川駅までは253キロ。ついに、全国9位の長さを誇る天竜川に、マウントが取れるほどまでに旅をしました。でもよく考えたら東海道53区に、天竜川図にこの川がしっかり書かれているので、まあ、マウントは一生無理ですね。ちなみに、三つ宿の象徴として描かれています。かなり栄えていたはずの宿場を差し置いて、宇田川広重も、静岡大陸長すぎてもにゃんなって、とりあえず川に走ったんですかね。というわけで浜松、まずは東区。ところで東区には、中野町、って地名があります。これは、東海道のほぼ中間地点に位置していることから、中野町と名付けられたとかなんだとか、しゃれてますね。次はいよいよ浜松。静岡県一の人口と、全国2位の面積を誇る政令指定都市。ところで浜松の由来は、浜津から転じたもの。津は構図でも触れた通り、港って意味。で、浜津から浜松へ転じた理由は諸説あるのですが、土砂が土砂案して、港がグロシな状態になったからとか、縁起が良い木である松を入れてみたからとか、そんな説で浜松になったらしいです。なんて話をしていたら、静岡要素発見。行輪道です。静岡にしかないドラッグストア。本社は浜松市に構えられているので、一応立派な浜松名物です。浜松を訪れたら、確実に一回は目にします。でも行輪道、行ったことはありません。立派富士はありますが、関係ないですか。音楽の都、浜松には欠かせぬ存在、アクトシティ浜松が見えてきました。時折コンサートが開かれる場です。おおそか。あ、個人的に浜松には思い入れがありますので、浜松で少し休みます。静岡駅と同じ、新幹線の横に2面4線のホームを構える駅です。そんなわけで改札を出まして、天使と悪魔の舞い降りた街に足を踏み入れます。そして、猛毒属性っぽい色合い。モザイカルチャーの家康くんが出迎えてくれました。口があそこってことは知ってましたが、胃が空いていると奇妙ですね。浜松駅といったら、この噴水なんですが。
浜松のバスターミナルを、物理的に高みの見物。円形になっていて、新潟のそれとは違った独特さです。ちょっと路線バスでしじみ塚遺跡にでも行きたいですが、あいにくナイスパスを持ち合わせていません。なので、代わりにお絵描きしました。夜メロンは幼少期、数ヶ月ほど浜松で暮らしたことがあるし、今も勝手に行ってるので、実質第二の故郷だそうです。自分語りここまで。ここからも余談ですが、浜松駅ホームには自称亭ってお蕎麦屋さんがあります。たまには浜松で降りて、自称亭でズルズルしましょう。味は、熱かった記憶しかありません。暇だったので通ってみました。数分ほど歩いてみると、見たことのあるモニュメントがありました。こんな感じの綺麗な街並み、それが浜松。特に降り立つ目的がなくても、なんか良いな、感は味わえると思います。じゃ改札に戻ります。鳥を飾るのは313系霊磐台、豊橋行き。霊磐台ということは、そういうことです。これで、車内でビデオカメラを持ちながら徐々抱きしなくて済みます。ここからはクロスシートの割合がだいぶ増えるので、本数が減る大垣より手前が目的地だったら、いっそクロスシートを狙ってみるのも、一つの手かもしれません。バウムクーヘンとかの浜松土産を買って、クロスシートで食べるのもまた一興かも。浜松土産に浜納豆が紛れ込んでたら、風だなぁ、って思います。まあ浜松では何も買わなかったんですけど、とりあえず先を急ぐことにします。袋、天竜川で降りて爽やかさ探せ店まで行ったから、許して。次は高塚。20分ほど歩けば、浜名湖と繋がっている湖、佐鳴湖が見えてきます。三方原と遠州灘に挟まれた場所を、列車は走り抜けます。三方原ってキーワードを出しましたし、とりあえず浜松における家康について語りますか。まあ自然と出たわけでなく、意図して出したんですが、徳川家康はその晩年を駿府城で過ごしましたが、若かりし頃は浜松城を居城としました。三方ヶ原の戦いはもちろん、姉川の戦い、小牧、長久手の戦いも、浜松城時代のこと。中でも三方ヶ原の戦いは、兵力差におじけづいて一度対決したこともあり、一旦大敗を喫したそう。さすがに家康には桶狭間マインドはありませんでした。しかし棒は織田抜き漫画の少年みたいに、他力本願じゃないのが狸親父。浜松城日韓後、自身のその負けっぷらを描かせて、己への教訓としたそうです。さらにその夜に反撃を企んだ家康は、フェイクの布の端をかけ、無事奇襲に成功。文字通り血で血を洗う争いでしたし、結果として家康の敗北ということにはなってますが、この戦い、例の敗北肖像画は、彼の糧になった、ような気もします。まあ最近は SNS さらしくかいう、お手軽敗北肖像画の文化が生み出されてますので、そんなことしないよう頑張りましょう。証拠、浜松駅西電流線が見えてきました。西浜松とか呼ばれてたりします。あの向こうには、大動脈を支える心臓的な役割を果たしている、JR 東海の浜松工場があります。あそこにいる211系や885系って、そういうことですよね。てか、地味に313系も紛れ込んでますね。東海の顔ぶれが、どんどん変わっていく。そんで貨物。西浜松の貨物の発着トン量は、さすがに草薙のあそこには劣るようです。量的には富士とどっこいどっこい。高塚を出まして、次は舞坂。舞坂は、この区間の東海道本線が開業した頃からあった、歴史ある駅。もともとは幻通駅って言ったそう。ま、すぐ舞坂駅に変わったようですが。お、遠鉄バス。あれはシトロのイオンに行くやつでしょうか？浜松のイオンと言ったら、東は一の、西はシトロです。どっちも、でかい。旧東海道では唯一、脇本陣が残されていると言われている、舞坂宿の付近を出て、次は弁天島。養殖うなぎで有名な浜名湖を渡ったらすぐというか、浜名湖の上にあります。弁天島といえば、やはり横にやたら長いホームでしょう。もともとは柿の海水浴盛んな時期にしか営業しない臨時駅だったとは、思えません。16メートルはあると思いますよ。なかったら謝ります。あったら謝りません。そうそう。改札はあの待合室っぽいやつの中にあります。本当の駅の外に出るためには、階段を使って地下道を通り抜けるのです。なんだかダンジョンみたいですね。緩和9台。我々が今いる浜名湖。そこでのうなぎ養殖の歴史は、割と長いです。1900年ちょうどのこと。服部蔵次郎って人は、浜名湖がうなぎ養殖に最適と考えました。三方原大地の水、血をホイホイ、餌、気温、すべてにおいて向いていた浜名湖は、絶好の養殖場。それで、15センチほどのうなぎを、8ヘクタールほどの池で育て始めたのです。これが東海道ブーストでバズって、浜名湖名物になったとかなんだとか。
浜松駅の煙鉄百貨店とか、ギフトキヨシクとかには、やたらうなぎのかば焼きが売られていますので、音町うなになりたい方は、とりあえず買ってみましょう。さて次は新井町。駅名は、新井町、ですが、地名としては、新井町、です。新井の関所は今切れの関所とも言います。箱根と並んで有名ですね。前はもっと南東、浜名湖と海のスレスレにあった関所ですが、もろもろの災害を受けて、内陸の方に移転していきました。ちなみに新井は日本で唯一、関所の建物が残存しています。というのも関所廃止に伴い、他のところは漏れなくどかどか壊されたのですが、新井関所は小学校、役場として、古いものを大事にって感じで使われてきたそう。しばらくは仕事の場として、ゆくゆくは観光の場として輝く、良き関所。なんか、他の関所跡にはないような重みを感じます。ま、関所には少なからず男尊女卑の考えがあったので、重みはなんとなくブラック、じゃあブラックですが。ところですでに湖西市に入ってます。東海道線の静岡市は10駅ほど続きましたが、浜松市はその半分、5駅で終わります。まあ浜松市の面積のうち、6割くらいは森森森、全遊区ですから。さて次は鷲津。浜名湖に沿うように進みますが、もうあんまり湖は見えません。今渡った鉄橋の下だって、本当は浜名湖ですが、出る感想は、川かな？でしょ。列車は進みまして、次は新宿原。ここで天浜線と関東の再会。天浜線はもともとは国鉄二俣線って列車だったのですが、三石化。もしあれがあのまま JR に引き継がれていたら、静岡菊尾にルート楽しめたかもしれません。掛川では見られなかった天浜線車両ですが、新宿原にはいました。ゆるキャンラッピング。余談ですが、天浜線の新宿原駅構内ではうなぎ弁当が売られています。ディーゼルを味覚以外の五感で感じつつ、味覚をうなぎで彩る。理想的な楽しみ方です。前まではあの店、イートインもできたようですが、最近できなくなってしまったようです。次の駅から愛知県です。っていうか、この新宿原駅のホームが途切れるあたりで、すぐ愛知県に入ります。静岡地区はとりあえず豊橋まで。ってことで、まだまだ続けていきます。次は二川。珍しく、本陣や旗小屋など、東海道の遺構が残っています。あと、ノンホイパークという豊橋総合動植物公園もあって、普通に観光にもおすすめ、な駅です。向こうにも313系のクロスシート車が来ましたね。窓割りが細かいので、ぼかしをかけていてもクロスシートだってわかります。211系も来ますが、やっぱり313系のクロスシートが当たったら少し嬉しい。211系は座席は良いですが、車両によっては発車時が担当きます。そんな211系がやってくる静岡地区は、次の豊橋でいよいよおしまいです。長かったですね。ちなみに豊橋って地名は、豊川にかかっている橋から取ってきているとのこと。ところで豊橋って地名。歴史が違えば、吉田って地名になっていたかも。というのも昔、愛媛の伊予国にも同じく吉田藩がありまして、それから候補3つくらい出して、結果豊橋に絞った感じです。あ、他の候補は、吉田の旧称と言われている今橋と、今の豊橋市役所の西あたりにちょこんとある地名、関屋でした。列車は豊橋平野をどんどん駆け抜け、豊橋鉄道厚み線の下へ。今回は何か見えるでしょうか？いましたね、あれは豊橋鉄道線800系。カラフルトレインのひでこぶし編成。静鉄といい、今回は地方鉄運がいいような気がします。学鉄は、まあでも、全体的には勝ってるので、よしってことで、とか言っているうちに、豊橋市街地やホームが見えてきました。余談ですが、豊橋駅コンコースの立ち食いそばや、つぼ屋では、味噌カツ丼を食べることができます。とりあえず愛知名物を食べたい場合は、乗り換えついでにこいつを食べちゃいましょう。味噌カツは三重発祥って意見もありますが、細かいこと気にせず生きていきましょう。はい。豊橋到着。そんなわけで、熱海から189キロ、東京から294キロの旅が終わりました。どうでしょう？静岡地区を歴史、地理的に見つめ直してみると、結構面白いかもと思います。これまで静岡地区は嫌でたまらなかった方も、静岡が好きになればいいな、と思います。じゃあ、最後にこの動画のもろもろを台無しにするセリフを吐いて、終わります。静岡地区は、誰が何を言おうが、袋がめっちゃ面倒くさい。私は新快速天国になる名古屋方面には行かず、さっさと静岡方面に折り返して帰ります。終わります。